どうも JB です。本日もプロスピエスやっていきたいと思います。はい、ということで本日なんですが、いろいろ更新来ておりまして、まず重要なお知らせとしまして、リアタイの全国大会、この前まで行われておりまして、セリーグ杯、パリーグ杯、タイブレーク杯の3種類行われていました。でそちらのランキング報酬が配布されておりますので、その受け取りが11月16日の14時59分までとなっておりますので、ランキング入られている方、報酬の受け取り忘れにご注意ください。リアタイの方から全国大会自分が参加したところを押していただければ報酬が獲得できますので、まだ受け取ってない方、受け取りをお願いします。でガチャとしまして、6連ライジングスカウト来ております。こちら、6連のガチャとなっておりまして、1回150エナジー使って6連のガチャを回すことができます。で購入1回目、6連目ですね、6連目は S ランクの登場確率 4% で、そこで S ランク選手が出なかった場合、2回目、12連目ですと S ランク確率が 5% と 1% ずつ S ランクが出なかったら上がっていくっていうような形となっております。で購入13回目、78連、78連回して S ランクが出なかった場合、14回目ですと6連全てがS ランク選手になるっていうような形のガチャとなっております。途中で S ランクが出たらもうライジングスカウト回すことはできないんですが、まあ、このガチャ回すことはおすすめしておりません。 S ランクが最終的に全部 S ランクになるっていうような、可能性が秘められているガチャではあるんですが、そもそもそこまでエナジーを使って回す必要はないので、もうそろそろアニバーサリー第2弾来ますので、エナジーはしっかり貯めておきましょう。プロ野球順位予想、こちら結果と報酬が出ております。私の結果なんですが、画面に出ていますかね。はい、ドンと、12分の2と、だいぶしょうもない予想結果でしたね。ちょっと見てみましょうか。終了したイベントのところから見ることができるんですが、的中はセリーグ6位の中日とパリーグ4位の楽天というような形で、いや当たらんってこれ。いや正直これはいろんな人の予想を見ながら反映してっていうような形ですので、12球団当てた方いないでしょ。ちょっとね、昼間 X とか見てたんですけど、まあ、6ぐらいは結構いたような形ですね。6球団的中っていう方はちょいちょい見たような形です。あとは、まあ、0だったり2だったり4だったりとかですので、私は的中2ですので15エナジーもらえたような形です。でもう一つ、クライマックスシリーズ、日本シリーズの勝敗予想の報酬も来ておりまして、私の勝敗予想は、19試合あって的中14、そのうちスコアまで当てたのが1試合っていうような形でしたかね。まあちょっと惜しいところがあったんで、で最終的にもらえたエナジーなんですが、今こちら画面に92エナジーっていうふうに書いてあるんですが、この92エナジーのうち5エナジーはリアルタイム予想の不具合のお詫びのエナジーですので、全部で87エナジーとかですからね。いや結構うまい。この、日本シリーズとかの予想だけで87エナジーですので、結構美味しかったですね。まあ、正直これは日本シリーズが7戦まで、行ってくれたからっていうのもあるような形なんですが、これは毎年毎年行われているイベントですので、皆さん来年も、こちら予想をしっかりやっていきましょう。そして本日の動画なんですが、サムネタイトル見てもらったら分かるように、この前ガチャで当てたこのアニバーサリー松井裕樹、こちらを継承していきたいと思います。で継承していくんですが、お得な継承方法、損しない継承方法っていうのを、行いながら継承していきたいなと思っております。プロスピ始められてまだ1年ぐらいしか経ってない方、ちょっと継承についてどういう風に継承した方が、お得なのかっていうのが分かってない方、ちょっと参考にしていただければなと思っております。ですので私は今、松井裕樹2023シリーズ1のエキサイティングの松井裕樹と、シリーズ2のアニバーサリーの松井裕樹持ってますので、エキサイティングの松井裕樹をアニバーサリー松井裕樹に継承していきたいと思います。継承する元素材になる松井裕樹なんですが、まずは極みかつ、特能も全てレベル5まで上げてるような状況です。母体となる松井裕樹はまだレベルが46で、特訓もしていなければ、特能も特に上げてないといったような形となっております。今この状況で、松井裕樹を継承しようとした場合、これがね一番やっちゃいけない継承の方法となっております。で今この状態でもうここでハイをやったら継承しちゃうんですが、極みの松井裕樹、しかも特能も全部上げてる松井裕樹を、何も上げてない松井裕樹に
継承しようとした時に、特訓レベルは素材がレベル10ですので、マイナス5引いた数が特訓として反映されるような形です。で、限界突破はそのまんま何も変わらず5が継承されるような形で、特能は素材の特能レベルからマイナス3引いた数字が継承されるといったような形です。ですのでレベル5ですので、基本全部2分継承されるといったような形です。なんですがこれですとかなりもったいないので、まずは母体となる松井裕樹を、特訓後かつ特能を各レベル3まで上げていきたいと思います。ですのでまずはどんどん特訓をしていきましょう。 A ランクは意外と育ててたんで素材はそこそこあります。特訓レベル、低い時なんですが必要コインそこまでかからないので、そういった時は、レベル1の、B ランクとかをどんどん使っちゃって特訓してください。で、特訓レベルが上がってくると、特訓する時にかかるコインも素材の数によって増えていくので、そういった時は A ランク特訓コーチなどを使って素材の数があまり多くならないようにして特訓してください。それがねコイン消費を抑えるコツになってます。はい、これでレベル5、特訓レベル5になりましたと。で、次は特能ですね。特能をレベル3まで、すべてレベル3まで上げていきます。そのためにちょっとがっつり回ってたんで。はい。さあ、これで特能も上げ終わりましたと。その松井裕樹を継承しようとすると、こちら特訓レベルがマイナス5された5がプラスされますので特訓レベル10と。で、限界突破は変わらず5がそのまま継承されて、特能も素材の特訓レベルからマイナス3された数字2が加算されますので全部5で継承されるといったような形です。それじゃ継承ドンと。はい、煙突もマックス。はい、というような形で、これで継承が完了したっていうような形となっております。もう、あとはレベルだけ上げていけばいいっていうような形ですね。はい、というような形で、ちょっと、継承をやってきました。今、お話しさせていただいた継承方法をやっていただければ、プロスピエース上で最も重要なアイテム、コインの消費をめちゃくちゃ抑えられる、お得かつ、損しない継承の方法となっております。で、あとはレベルだけを上げていけばいいので、まあ、バーっと上げていけばもう極みになるっていうような形ですね。まあ、このレベル上げは V ロード回って経験値貯めていくのでもいいですし、こうやってストック経験値使って一気にガッて上げるのもいいので、自分のやりたいようにレベルは上げてください。オーダーにどんどん入れたい方はなるべくストック経験値、こういった強い選手を育成するときに、するときのために貯めておいて、一気にガッとレベルを上げてください。はい、というような形で本日はこの前ガチャで手に入れたアニバーサリー松井裕樹を、お得かつ損しない継承方法をやってきました。今回の動画が良かった、参考になったという方、高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。